アムロ風実況ガンダムオペレーション2実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。ですね、事前登録をすることにより陸戦型ガンダムというガンダムが手に入る予定だったんですけれども、陸戦型ガンダム、僕事前登録できてなかったみたいですわ。ダウンロード前日にダウンロードして、それだけだと思って、ガチャ引きます。はい、物資配給局へようこそ。ね、もらえないんだったら当てればいいだけのことですね。今日は2回回せますね。はい、ベースキャンプ名物抽選配給に挑戦ですね。もうね、ガンダムオペレーションやるときはまずね、ガチャから始める僕のバトルオペレーションということで、指定ポイントへの物資投下をお願いします。はい、ここのさ音なんとかしてくれないかな。これ当たり出のやつじゃない？これコメントで見たよ。ミディアじゃないパターン。まあジムストライカーはガンダムみたいなもんなんでね、使っていきます。はい、僕一応ガンダム以外は基本使わないって決めてるんですけど、ジムストライカーはもうほとんどガンダムなんで。やった400コス。武装とか見れない。武装見れないか。ちょっと後で確認します。コメントでいただいてた、あれ本当だったんだ。あれ絶対嘘やと思ってた。ごめんな、信じてなかったわ。嘘やと思ってた。これはミディアのパターンですね。けどこっからガンダムが出る可能性だって、0% ではズダ。当たりじゃねえかこれ。まあズダもその、まあ、強いて言うならばガンダムみたいなところあるんで、まあ使えますね。強いて言うならガンダムですね。当たりくないかこれ。ガチャちょっと確認しましょう。今回、僕の元にやってきてくれたのがこのジムストライカー、カスタマイズ。わあ、いらんくないかこれ。何これ、予備弾薬？東部バルカンか。これはちょっと使いたい。これはぜひ使いたいですね。そしてズダ。実にシンプルですね。こいつの方が使いやすそうだな。まあけど今回はじゃあこのジムストライカーで参戦しようと思います。こいつはもうガンダムだ。けど宇宙行けないんで、宇宙だった場合はズダに行ってもらいましょう。ズダっていうのはその土星エンジンを、積んでいまして、そのブーストオーバーヒートしてしまっていても、その土星エンジンを使うことにより、アーマーを犠牲にして、ブーストを吹かすことができる、唯一のモビルスーツです。よしってことは今日は400コストなんで、これエース勝負のやつかな。出撃手配を行います。
そうですね、コスト400なので本日はこちらの、コスト無制限エースマッチ暗証ウイキに参戦していこうと思います。出撃申請を受理しました。それでは、はい、戦場へ移動。本日一緒に戦うのはこいつらです。よろしくお願いします。ガンダムが、うちのチームにガンダムが2機います。いや、俺を含めたら3機だな。ガンダム3機、これはもう間違いなく勝ちですね。やっと動画で勝ちを見せる。こっけーかっけー。え、テポンゲリハプティズム、ガンダム行きます。ちょっと宇宙苦手なんですよね。一回だけやったんですけど、上下の移動がありまして、重力化っていうんですか、重力、とにかくちょっと宇宙難しいんですよね。よろしくお願いします。え、ズダ早くない？普通にズダ早っ。まずは B 拠点はだ、 B 拠点、おしゃ、お、よし、君に任せるよ、君に任せるよ。 B 拠点はよし、俺たちはこの、この廃棄コロニー、ここから敵を通さないようにしよう。後ろ来てる、後ろ、あー、これ届いてないわ、届いてない、届く距離までいけ、届いて、よし、援護します。届いてんのかこれ。これ敵だよね、これズダ敵だよね、これこれ敵なのかな。いや、敵だ、惑わせるな、あぶれ。そうやって格闘振り回しときゃいいさ。格闘ってのはな、確実に当てれるときだけに振れ、そういうもんだ。格闘の使い方を教えてやろう。ここ！ふえ。そして高さを合わせろ、高さを合わせてブーストを吹かして、ここ！あ、やばいか。格闘に頼るな！格闘に頼りすぎるな！緊急だ！緊急だし！押されてない？めっちゃくちゃ押されてない？これめちゃくちゃ押されてないか？0対900だって。作戦行動を円滑にするため、よし、一機ずつ囲んで、ちょ、後ろにいるぞ、敵が後ろにいる。ここ、そしてタックル、そしてシュトルムファウスト、確実に当てれる、ここじゃ。シュトルムファウスト当たった、これ聞いてれるのかな、これなんか俺のこと見えてる、こういう人、 あれ俺のこと見えてる、聞いて、なんで聞いてないのかな、無視しとってよ。俺のこと見えてんのかな、これ。
俺赤うん、これ敵え味方なのかもしれない、これん、俺たちは赤チームなのか、ちょっとどういうことですかね、俺たちは赤チームなのか、味方機が撃破されました、すいません、うまく敵の注意を引きつけていますね、ちょっとちょっと、あなたがエースです、教えて、俺がエースです、え、赤い、おい赤だろ君も、やめてよ、俺たちは赤、なんで撃つねえ、攻め、いや絶対チームだ、これチームだ、作戦残り時間2分です、俺は何と戦っているんだ、よしよし、こうなったらこの A 番 A 地点を手に入れよう、仕事しよう、今のところまだニートやぞ、ちょっと仕事しよう、ちょっとよくわかんない、敵がいないんだけど、俺は何にやられたんだろうさっき、じゃあ制圧します、あれ、なんでやれん、もう意味がわからへん、このゲーム、エースだ、俺がエースじゃないの、え、何これ、何と戦ってんの、とりあえず青いとこ行ってみよう、青いとこに行けば何かわかるかもしれない、急いで、ちょっとどういうこと、どういうこと、もうこれどういうこと、我々の敗北です、どういうこと、負けてるし3人しかいないし、身がわからん、何と戦ってたんだ、退出しよう、ダメだ、怖え、手続きをキャンセルし、お疲れ様でした、怖っ、ちょっとよく分かりませんでしたね、ちょっと、はい、まあとりあえず、はい、本日の、戦場も、
負けということで、はい、あ、次は、あ、けどな、宇宙がエースのやつないからな。もう一回ちょっとエースのやつ行って、エースマッチ行ってみようかなと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。